北アカハラガメは、沼ガメかクーターガメ族に分類されるカメ。アメリカ合衆国クーターガメ族内では最も北に分布することが和名の由来と考えられている。マサチューセッツ州と他の分布域の間にも近年まで分布していたものの人為的な理由により絶滅したと考えられている。最大高長40センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも 高長32センチメートル。背坑はややドーム状で、上から見ると、第7円看板と第8円看板の継ぎ目付近で最も幅が広い、卵型。背坑全部は、中央部が前方に突出せず、幅広くやや凹む。高看板はやや大型で、細長く後方が、やや幅広い東脚台形。第一 C 看板は、 縦幅と横幅が同じかやや縦幅が長いが、第2、C パ板以降は横幅の方が長い。第2、C パ板から第4、C パ板にかけては平坦か、わずかに凹む。廃坑の色彩は濃い暗黄色や褐色、暗褐色で、大型個体は暗色化し黒くなる個体もいる。あばらパ板や円パ板に、黄色や大色、赤の横縞や、波状の筋模様が入る。 第2、あばらかんぱんの筋模様は太く、先端が枝分かれする個体が多い。生態は第一、第1、第3、あばらかんぱんの筋模様が消失する個体が多く、また暗色化した個体は、廃坑の筋模様がすべて消失する個体が多い。素形かんぱんは短い。復興の色彩は、赤や赤みの強い大々色一色。種商業ルブリビントリスは、赤い腹の縫い。 上顎の先端が凹み、その両脇が突出して、牙状になる。頭部や獅子、尾の色彩は濃い暗黄色で、細く黄色い筋模様が入る。頭部分端に矢尻状の反門が入り、小中線状に入った筋模様とつながり矢印状になる。頭部の正中線両脇に入る縦じまは、目より前方から入る。喉に入る縦じまは細く、 小中線付近の縦縞の太さは頭部の横幅の7%未満。卵は長径2.5から3 7トル短径1.9から2 5トルの楕円形状。孵化直後の幼体は高長2.8から3 2トル幼体は C 甲板に筋状の隆起があり、復興の甲板の継ぎ目の周辺に暗色斑が入る。 成長に伴いキールや反毛は消失する。隔離分布するマサチューセッツ州の個体群を足として分割する説もあった。しかし形態及び酵素の電気営動からなる分子系統学的解析から他地域の個体群との明瞭な差異がないとして足を認めない説が有力。低地にある火星や故障、池、湿原などに生息し、低質が泥で、 水生植物が繁茂した環境を好む。水生傾向が強く産卵を除いて水場から離れることは稀だが、陸図体に水場を移動したり水場から10から250メートル離れた場所に産卵することもある。中高生で日光浴を好む。植生は雑食で、植物、藻類、魚類、両生類の妖精、昆虫、甲殻類、貝類、動物の死骸などを食べる。 幼体は動物食傾向の強い雑食だが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。5から7月に規定が砂が混ざった粘土やローム室の開けた場所に穴を掘り、1回に10から17個の卵を産む。卵は70から100日で孵化する。オスは復興の直線距離にして約22センチメートルで生成熟する。 開発による生息地の破壊、水質汚染、蚊に対する殺虫剤の散布などにより生息数は減少している。隔離分布するマサチューセッツ州の個体群は法的に保護の対象とされている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。古くから流通しているものの流通量は少なかったが、流通量は増加している。 飼育か繁殖個体の容体が流通する。別種と混同されたり、別種の名称で本種が流通したこともある。成長が早く大型になるため、大型のケージが用意できない場合は、一般家庭での飼育には進められない。俗単位で要注意外来生物に指定されている。ありがとうございます。